はい、皆さんこんにちは。今日は先日アップしました NHK お母さんと一緒の月曲を編集しているその途中からお話を進めたいと思います。前回まではざっくりとした感じで編集をしてみました。一番上の方にありますように生演奏した音源を編集していく方法、そしてその他は U-JAM をうまく使ってスパークルというようなエレキ、ドラムなどを2本このように入れて、そしてベース音源の作り方、シンセサイダーを入れた感じで曲の構成などをお話しするところまでやりました。もしよければ概要欄に貼っておきますので、そちらの方も合わせて見てみてください。今日は僕がいつもやっているアメック9099を使ったイコライザーをお見せするのとはちょっと違って、スマート EQ というプラグインをうまく使ったイコライザーのやり方をお話ししたいと思います。各トラックにはイコライザーを入れてありますが、最後バージョン3になってのとっても便利なトラック間のイコライザーのアナライズの仕方というのをするために、それをするのには6つのセクションに分けないといけません。7つ目以降の操作はできないので、ここでドラムのトラック、このトラックとこの2つのトラックですね。このトラックをここにバスとしてまとめました。バスとしてまとめたときは、その出力をこのようにドラムというところに2つは設定しています。そして、一個一個のこのスマート EQ の使い方というのは、このようにイコライザーがあります。よくあるイコライザーのように、どこにポイントを置きたいかというのをこのようにしまして、上げたり下げたり、こういうこともできるようになっているんですけれども、このスマート EQ というソフトウェアは人工知能で元音と、そして理想的な楽器の音色を自動的に判断することができるようになっています。そのやり方というのは、これの場合、ピアノ音源ですので、ピアノというのを選びます。そして、ここで音を鳴らしながらレコーディングをして、スマート EQ の AI によってイコライザーカーブ、今はこの白いカーブがありますよね。この白いカーブを作らせるという機能があります。このような時は、なるべくサビのあたりとかいうのを聞かすのが一つの理想です。じゃあ、この辺から再生しながらレコーディングしてみましょう。はい。このように EQ のカーブを AI が判断して作ってくれたということになります。アナライズはこの右側のここで選択することができます。アナライザーをオフにするとアナライザーは出ていませんので、オンにしておく方がいいと思います。そして僕がやるとしたら、もうちょっと大胆にローは切っていく方がいいと思います。ここで右クリックをしまして、ハイパスフィルターをかけます。こんな感じですね。そしてもう少しカットしてもいいと思います。これは見ながらやればいいと思います。ループしてやってみます。このようにして整えていきます。次はエレキギターです。ちょっとわかりやすいようにソロにしておきましょう。
次はベースです。ベースの場合はローパスフィルターをかける方がいいと思います。このスマート EQ は音を作るときにコントロールを押しながらこのようにするとその部分をソロで聞きます。もうこの辺はほとんど音がありません。ですからこの辺まではカットしていいと思います。そして最後はシンセサイダーです。ちょっとハイを上げておきます。マウスのホイールをこうやっと Q の角度を変えれます。これで大きな傾向というのは作れました。ここからがスマート EQ がバージョン3になって新機能というのができました。よく見ていてください。この EQ を立ち上げますとここにジョイングループというのがありますので、それをして新しいグループを作ります。まあ名前はこのままやっておきますが、クリエイトを押します。するとこのような画面が出てきました。ここでこの曲はピアノ曲ですので、ピアノのを一番よく目立たせたいというような時はこれを一番上に上げます。そして次のブロックにはベースやドラム、そしてメロディー。このメロディーは通常なら一番上に来ていいところでしょうが、今回作る楽曲はカラオケ用の音源なんです。ですから、これはここに配置しておきます。そしてエレキギターも一番最後に飾りのようにして入れたいですので、このような構成を作りました。一番上から目立った方がいい音。下の方はそんなに目立たなくっていい音。このような3階層に分けることができます。これで音を鳴らしながら分析をさせます。はい。コード進行が一番変わるこの辺からループをさせて聞かせてみましょう。ソロは全部切っておきます。すべての音が鳴るようにしておきます。はい、このように分析してくれました。ちょっとピアノのところを見てみましょう。これはちゃんと自分が手動でやったハイパスフィルター、いわゆるローカットですね。これはちゃんと聞いています。それ以外の部分でこのように自動的にイコライザーカーブを作ってくれたということになります。これでバランスをとっていけるわけです。ここにグループインパクトというのがあります。これで上下の差とかいうのをここでマウスで上下すると変わります。そして僕は最初からこのように音かぶりも少し考慮に入れたわけですけれども、このスマート EQ3 の AI は音の被りまで自動的に判断してくれるようになっています。ちょっとこれで聞いてみましょう。一番上は150です。
はい、かなりすっきり聞こえるようになったと思います。例えばすべてをオールバイパスしてみます。スタジオ1ではここのボタンをバイパスにするとすべてのエフェクトがバイパスされます。これで聞いてみます。入れます。はい、めちゃめちゃ大きくは変わりません。いわゆる元音自身を僕もなるべくきっちりした形で制御していますので、めちゃめちゃ変わったという感じはないと思います。でもこのように人工知能を使えば初心者の人でもかなりうまく使えます。そして実際の音かぶりを見てみましょう。はい、この同時分析モードを閉じてみるとこのようにアナライザーをすべて同時に見ることができます。これは上限、先ほども言いましたように6個までです。じゃあ通常のようにドラム中心にこれらを入れていきましょう。一つ一つ増やしていこうと思います。はい、見ていただいた通り中域があまりなく、ハイハットやシンバルの音、そしてキック、その辺のところが中心な音源ですので、このイコライザーはこれでいいと思います。いわゆる真ん中に今音がないですので、これから乗ってくるトラックに対してとってもまだまだ隙間があって音かぶりが少ないということになります。じゃあここにベースを追加してみましょう。はい、ここにありましたようにキックは 50Hz ぐらい、そしてベースは 100Hz ぐらいですので、ここもメインの音はそんなに被っていないと思います。ここで低域をよく見ててください。次にメインのピアノを入れます。この辺の成分が多いですね。そして次はエレキギター。エレキギターはこの辺ですね。だいたい2キロ、5キロのあたりで成分が多いと思います。そしてシンセサイダーです。これは飾りですのでさほど聞こえる必要がありません。耳で聞きながら調整するのもいいでしょう。そして今はこのシンセサイダーのイコライダーを見ています。個別に編集するときは、例えばピアノを編集するんであれば、このようにして一つ一つ別のところでチェックしていく必要があります。そしてシンセサイダーをもう一度開けます。はい、先ほど手動ででも高く上げていますので、ここはかなりイコライザーが上がっています。低域がちょっと少ないかもわかりませんので、ここで上げるかもわかりません。じゃあ聞いてみましょう。そしてラストにメロディーを乗せます。乗せると言っても音は先ほどからも乗っていました。いわゆるアナライザー分析を同時に見るという意味です。
はい、だいたいミックスが整ってきました。あとはマスタリングです。今回はこれも初心者の人に分かりやすいブレインワークスのマスターディスクというのをお見せします。パラメーターがとっても簡単で、ワン、ツー、スリーというような形で作っていくだけで、とっても素晴らしいマスタリングが出来上がっていきます。まずは整えてみます。まずはこの6から8のところを狙います。はい、そして次はファンデーションです。これは右に回すとベースの成分が強くなります。左に回すとベースが落ち着きます。はい、この1、2を済ませたら、次はイコライダーでトーンを作っていきます。ここにありますプレセンスというのは、高音のきらびやかなところをコントロールするパラメーターです。そしてここには今は使っていませんが、レゾナンスフィルターがあります。高音の耳につく音、そして低音のモコモコする感じがあるときにはこれを利用します。ここをオートソロにしておくと、そこの部分だけ聞けるようになります。はい、今回はこの低音の部分は何もしない方がいいと感じました。高音はちょっとこの3キロのあたりを削るという方向もいいなというふうに感じました。そして右側なんですけれども、ここにブレインワークスの1000倍特許のようなもので、モノメーカーというのがありまして、低音のワイド感を絞って、ある周波数以下は全てモノラルにするというふうにできる機能です。右はワイド感です。ちょっと大胆にやってみて差を比べてみてください。やはりある程度は広がってる方がいい感じがしました。じゃあこれを見ながらリミッターをかけていきます。
のコーレーションというなんか舌側でぷよぷよ動くのを見ていてください。これがあまり左に寄りすぎるとちょっとワイド感が大きすぎるということです。今ここが7割ぐらいでしたのでちょうどいいと思いますが、もう一度見てください。ワイドを広げます。はい、ワイドを広げるときはこの真ん中を超えるほど左に行かないように注意してワイド感を広げるといいでしょう。そして最後はこれを分析します。まずはラウドネスですね。はい、今約13ぐらいですのでちょうどいいと思います。ダイナミクスもやってみましょう。10前後になってるとちょうどいいと思います。はい、12dBあるのでまあちょうどいいという感じになっていると思います。ステレオイメージも見てみます。はい、ちょっと高音が右ぐらいに振ってますがこれもいいとしましょう。先ほど見たコーレーションと同じグラフがここにあります。今すごく広がってセンターより下に行っている部分もあるんですけれども、この右側が平均ですので、まあこれが真ん中より下にならない場合はそんなに意識する必要はないかもわかりません。全体のスペクトラムも見てみましょう。この辺のところでメロディーが主張してちょっと出ていますが、これもこのぐらいでもいいかもわかりません。今回はメロディーラインはカラオケということであまり主張させなくていいわけですけれども、ちょっと難しい曲で子供さんに歌ってもらうためにメロディーを大きめにしています。でもちょっとメロディーを下げてみます。ラウドネスの方も13ぐらいでバッチリでしたね。じゃあこんな形でフィニッシュをさせたいと思います。もう一度最後に全体的に聞いていただきます。
今日は僕のいつものやり方とは少し違ったやり方ですが、最新の AI 技術を使ってかぶりなどを自動判断させて、今画面にありますように6個までのパートを自動的にバランスを取ってくれる。バランスというのは音量ではありません。イコライザーに対してのかぶりなどを考慮に入れたイコライザーを自動的にセッティングしてくれるということになります。こういうソフトもとっても便利ですので、イコライザーが難しいと思われた方などは導入を検討してみるのもいいかもわかりません。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長でした。